バチカン秘密文書館の印象バチカン秘密文書館、バチカン市の地図バチカン美術館のベルベデーレの中庭からの図、正面の建物の向かって、左側がバチカン秘密文書館の入り口、右側がバチカン図書館の入り口バチカン市と文書館は、星座によって交付された全法令を保管するために、バチカン四国に設置された強行私有リポジトリである。年月まで、 バチカン秘密文書館、バチカン機密文書館と呼ばれていたが、指摘を意味するサクレタムが機密と読み取れて誤解を生んでしまうことから、フランシスコ教皇の自発協領によって変更された。教皇はバチカン四国の主権者であり、第一の聖職録所有者で、彼の死か辞任によって後継者に譲渡されるまで文書館を保有する。この文書館には、 教会が何世紀にもわたって蓄積している公文書、書簡、教皇会計書などが収められている。17世紀に教皇パウルス5世の命令の下秘密の記録保管書はバチカン図書館から分離され、研究者のアクセス権も非常に制限された。この制限は教皇レオ13世が1881年に研究者に解放するまで続き、今では、 毎年何千人もの人々が文書館の資料を調べている。名前の機密のもとになったサクレタムは機密を意味するものではなく、中世ラテン語で個人的なプライベート用を意味し、教皇の個人的財産であることを示している。実際に機密となっているものもあり、2019年時点では第二次世界大戦での対応が注目されており、公開が望まれている。 ピュース12世在任期以降、すなわち1939年以降の文書は公開されていないが、2020年からは、そのピュース12世時代の文書が公開される予定となったため、以降の非公開範囲は、ヨハネ23世在任期の1958年以降に変更される予定。2019年10月28日。 フランシスコ教皇の10月22日付自発協領によって、バチカン秘密文書館からバチカン首都文書館に改名された。85km の書庫となっており、厳選されたカタログには3万5千巻がまとめられている。作品は作品室で調べ、元の場所に戻さなければならない。作品の一部、または全部の出版は禁止されている。文書館は撮影。 保存補修作業所を保有している。1980年10月18日に、バチカン美術館のピーニャの中庭地下に4 3トルの棚を配置した3万千立方メートルの容量を持つ地下書庫が増設された。監修的に文書は教皇の死去75年を経過した後に公開される。それより少し前から、少数の関係者による文書の整理が開始され、 実際の公開は、その完了後となる。ウェブサイトによると、最も古い文書は8世紀の終わりにまで遡る。移転と政治的混乱が、インドンテウス3世以前の文書館資料のほとんどを喪失する原因となった。1198年以降のものは完全な形で文書が存在するが、13世紀以前のものはわずかで、ある。 歴史研究所か科学研究所の推薦状と申請された文書に関する研究の学位を保有する研究者にのみ閲覧が許されている。閲覧申請者は自分の個人情報と研究の目的を必ず求められる。これらのアクセスには厳しい制限が存在する。2016年現在、1939年以降の資料は公開されておらず、1922年、 以降の数奇鏡の事務作業に関する文書も全セクションが閲覧できない。また、ボールペンの持ち込み禁止などの厳しいルールが存在する。このアーキビストのリストは公式ページからの引用である。1610年から1879年まで秘密文書館の数奇鏡アーキビストはバチカン図書館の同職と同じである。ありがとうございます。